マモンは、ムクロジカの植物、球状の実をつける果樹である。中南米、カリブ海の熱帯地方に自生あるいは移植されており、アフリカ、太平洋の一部にも広がっている。メリコックス族は、最初、1756年にアイルランドの医師で、植物学者のパトリック・ブラウンによって記載された。この記載は、プエルトリコで栽培された本種の木に基づく、ものであった。 1760年、ニコラウス・フォン・ジャカンが、ブラウンの記載した詩を、メラコカス・バイジャゲイタスと命名した。1762年には、カール・フォン・ディ・インネが、メリコカ・ビジワという別の綴りを使用し、以後2世紀はこの学名が用いられた。1994年には、メリコカが、メラコカスを上書きしている状態を維持する提案が、なされたが否決され、学名は急に服した。 1888年、ドイツの分類学者、ルートビヒアドルフラドル・コーファーは、メリコックス族を他の8つの族と共に、メリコックス族に分類した。ペドロ・アセベド・ロドリゲスはこの族の新ネッタイクの族を扱ったモノグラフにおいて、新ネッタイクの2族は単系統であり、旧世界の族とはおそらく異なる系統であると指摘している。種商名バイジャゲイタスは、 二枚で一組の小場の一、タイからなる葉を持つことに由来する。各地で様々な名称で呼ばれており、マモン、マモンシージョ、シェネット、ギネップ、グワヤ、ワーヤ、ケネパ、スキニップ、スキンアップ、リモンシージョ、スパニッシュライム等が知られている。原産地は南アメリカ北部である。中央アメリカ、カリブ海沿岸の海岸、アメリカ人に入され、さらにはアジア、 アフリカの熱帯地方にまで及んでいる。移植を行ったのは植民地時代が到来する以前のカリブ人であったと考えられている。高さ25メートルに達し、服用の幼女は5世である。葉は長さ5から15センチメートル、幅2.5から5センチメートルの大円形。死有一種であるが、しばしば死有根株が見られる。花は、花弁が4枚、雄水が8本。実は、 緑色で、長さ2.5から5センチメートル、幅2センチメートルほどの卵型である。果肉はオレンジ色、サーモンピンク、黄色であり、食感はみずみずしいものから、練り物のようなものまで見られる。身、外皮を剥いた身、手術は棒状になり、大地トライムの間と評される。密着した薄く硬い外皮を持つが、歯でひびを入れるのが伝統的である。外皮の下の果肉は、 酸味があって滑らかであるが、種が大半を占めるため、全体を口中に含んですすって食する。熱帯原産の植物であるため、高温を好み、氷点下では、葉が損傷する。もっとも、南アメリカでは、高度1000メートルの高地にも分布し、氷点下付近の気温も耐えるなど低い気温も許容し、渇水にも適応し、降水量の乏しい地域でも生育する。街路樹としても、 一般的に用いられている。プエルトリコでは、ケネパと呼ばれており、特に本セでは、生産量が大きいことから、フィエスタナシオナルデラケネパの名称で年に一度祝祭が行われるようになった。なお、ポンセは、ケネパの種という別称も有している。実は、外皮が硬く、輸送に適している。果肉を生殖する他に、ぶどまりが悪いもののジャム。 フィリングのような加工を行うこともあるほか、ジュースにすることもある。プエルトリコでは、ラム酒をベースにして混ぜ合わせることでビリと呼ばれる、ビエケスト発祥のアルコール飲料が作られている。ABCDEFG やセベド、ロドリーゲス、ペドロ、メラコキー、メラコカスタリシア、フローラネヘトラーピカ87、 178 j 百三十九4393917熱帯植物養卵熱帯植物研究会養犬九1996年第4版276から7ページ ISBN 4 24, から924395から 03X ABCDE ジュリアフランシスモートンフルーツオブオームクライマッツ。 クリエイティブリソースシステムズ、ピアニッシモも、267から269、ISBN0 から961184から。 1>, 1から0、https コロンスラッシュスラッシュ www.hort.purdu.etu スラッシュ newcerop スラッシュモートンスラッシュ mamoncillo.html2014 年6月16日閲覧フランシス、ジョンテー、メラコカスバイジャゲイタスジャック。 ケネパー、ソピンデイシ、ソップベリーファミリー、USDA フォレストサービス、サザンフォレストエクスペリメントステーション、インスティチュートオブトロピカルフォレストリー SO。 itf sm48http コロンスラッシュスラッシュ www.fz.fet.as スラッシュグローバルスラッシュ iitf スラッシュ pubs スラッシュ sme とフレイ八8 2 0 2 0 2 8 4 2 9 p d f ハットセレブラポンセエースミマダケネパーアナマリアロロンドメイロラパーラデルスールポンセ プエルトリコ、イヤー26、イシュー1535、ページ26、12オーガスト2009、リリーブド6オクトーバー2013、ダトス・ボーシコス、ポンセ、2014年6月18日閲覧、スティーブ・ベネット、フライデー・ハッピー・アワー、メイク・ユア・ウン・ビリー・ケネッパー、インフューズ・ドラム、アンコモン・カリビアン、2014年6月17日、閲覧、ありがとうございます。